そろそろ劇の細けえとこまで完成させてかねえとな。明日の昼休みだな。あ、妙にメールばっか気にしてんな。そうだよな。俺が選ばれたせいで高松先輩は先発じゃなくなっちまった。おい、誰からのメールだ。そんな真剣な顔しやがって。ああ、ちょっとな。誰かに決闘でも申し込まれたか。まあ、そんな物騒なもんじゃないけどな。てめえが誰とやるのかなんて興味ねえが、10代目の顔に泥塗るような真似すんじゃねえぞ。わかったわかった。じゃあまた明日だ。明日も稽古だぞ。絶対休むな。死んでも来い。それもちゃんと家で台本読み込んでからだ。お、わってるって。高松先輩にはいろいろ世話になってるな。俺の野球の師匠って言ってもいい。自分の決め球まで俺に仕込んでくれた。3年の高松先輩にとっちゃ最後のシーズンだな。そういや、先輩推薦狙ってたっけ。このシーズンの成績は推薦に大きく影響する。俺は何としてもいい成績を残すぜ。高松先輩、すげえ大事な時期じゃねえか。どうした、たけし、浮かねえ顔して。ビタミン D が足りねえんじゃねえのか。よし、トロ握ってやら。いいのかよ、親父。今日のネタだろ。たけしのためだ。トロくらいいくらでも握ってやら。ぐるっ、いっちゃぐり。お、サンキューな。もし俺が試合に出なければ、坂松先輩が先発で試合に出る。しかも、そうなると俺は劇に参加できるじゃんか。おっ、俺の寿司がうますぎて飛び上がったか。おう、やっぱうめえな、親父の寿司は。当たり前よ、俺の寿司は日本一だ。そうだな、日本一だな。よし、坂松先輩に先発を譲って、俺は劇に参加すっか。うめー。